本ソフトに収録されている階段は、実話に基づいて構成されております。本ソフトをプレイすることにより、霊現象など不可解な体験をなさっても、弊社では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。ひとさのぶどう N さんは友人3人と有名な幽霊スポットである池へ出かけた水面に女性の霊が浮くという噂だ夜中にここに車でやってきた N さんたちは随分長くその池を見ていたが何も起こらなかったのでもう帰ろうかと 車を止めている場所へ向かった N さんは最後を歩いていたが後ろからもう一人が歩いてくる足音が聞こえる前には確か三人がいるとすればこの足音は何だ 恐る恐る後ろを振り返るが誰も言おうはずがない「気のせいか」と心を落ち着けて歩くがやはりペタペタペタという足音がついてくる。 まるでアスファルトをはだして歩いているような音だまさか幽霊がついてきてるなんてことあるわけないよな N さんは盛んに自分に聞かせるがそう思えば思うほど足音もこちらへ近づき はあはあという何者かの息遣いまでもが聞こえてくる車が見えてきた N さんは車に乗り込みながらさっと後ろを振り向いたその途端怪しい気配が消えてなくなった「ああやれやれ」と。 N さんはほっとしたという友達に送ってもらって N さんが家に帰ったのは3時近くになっていた床に着くと N さんはすぐに熟睡したのである明け方近く突然吐き気に襲われて目が覚めた。 なんとなく辺りを見回す薄明かりがカーテン越しに漏れているが嫌に空気が重いそれはじとっと冷たく。 しけっているというよりは、なんだか朝霧の中で寝ているという感覚である。ふと壁を見ると、<laughs> !N さんは息をのんだ。<laughs> !N さんは、布団を頭までかぶると、朝まで震えていたという。 だが、空が知らんできたと同時にその重い雰囲気や怪しい影もなくなった N さんはいつもの通り仕事に出かけた次の日の真夜中またあの重くじとっとした居心地悪い空気に起こされた「昨日と同じだ。 まだ寝ぼけている頭の中でそれを感じたこの時フット N さんは部屋の窓に妙なものを見た「なんだこりゃ」と体を起こしてその妙なシルエットを凝視した。 ぶどうがあるのかと思ったそのかげが大きな一ふさのぶどうに見えたぶどうが宙にぽっかり浮いているのだなんでぶどうが浮いてるんだ 犬さんが気が付いたら朝であったあのブドウの房がとても夢だったとは思えない布団の上に倒れるように寝ていたのでおそらく気を失ったのは事実である家に帰れなくて23日友人宅に泊めてもらった その友人が「これはよく聞くぞ」とお札をくれたのでそれを持って帰って部屋に貼る。とすっと重い気配は消えたのだという。でもまだ僕その部屋に住んでるんです。と N さんは言う。